明日もね、あるので、あんまり内容は言わんとこうとは思ってるんですけれども、ひとまず楽しかったと、ありがとうの気持ちを伝えたいです。本当に本当にファンの皆さんとスタッフの皆さんとのおかげで、こうしてジホコンを開催できたし、もう最高に楽しかった。もうありがとうの気持ち 本当に本当にありがとうございます。いろいろ言いたいこととか、見せたい写真とかいっぱいあるんですけど、まだ明日もねありますので、あんまし細かいことは言わないです。今半もうね、本当にジホコンは素敵なスタッフさんにたくさん支えていただきまして、ツインプラネットのスタッフさんたちと、あとキングレコードのスタッフさんにいっぱい支えてもらって、たくさん、もう感謝しかない もう頭上がらんって感じです。お弁当もね、お昼はトリキューっていう、もう私がもう激激大好きなお弁当を用意してくださって、夜は今はね 用意してくださって、もう本当にありがとうございます。いっぱい恩返しっていうの？したい、できるように私は頑張るぞ。いただきます。実はなんか今半のお弁当が1個余分にあって、でいただいたんですよ。だから2個持って帰っとって、で実はさっき SNS とかしながら1個はもう食べたんですよ なので2個目。エリックセンさん、ありがとう。写真集ありがとう。ゆきのりさん、ありがとう。北海道。でっかい道。え、待って、メール送ってないわ、そういえば。え、メール送ってない。やばば。ちょっと一瞬さ、ちょっとメール送ってきていいですか？数分で戻ってきますので、ちょっと待っとってください。それでは、また、ちょっと待っとってください。それでは、お待たせしました。お待たせしました。私はこのメールを打っている間にくしゃみを5回ぐらいしたので、謎に、多分今からもういっぱいすると思います。なぜか。むずむずする。あれでも止まったかも、配信始めたら。リアルに5回ぐらいしました。止まったな。悔しい。メール送ってきましたので、
皆さん受け取ってください。この配信終わったらファンクラブも更新しようと思います。ファンクラブはね、あの何時でも行けるので、楽しかった。じゃあいただきます。2個目の今半、嬉しい、マジ贅沢、デカデカお肉。私咀嚼が長いんですよね。今半ってマジで美味しい、最高。読むんだ、砂ふきんだ、え、すごい漢字だ。砂ふきんさん、写真集ありがとう。砂ふきん、あの楽しかった。ちょっと明日もあれなで、今日は小声などいたわり配信をします。チョポニテール、うんうん、ちょっと待ってね。芋はん、うーん、まもぐもぐ配信向いてないな。笑いながら、釣り犬さん、これなんて書いてあるんだ。うーん、刺さる。頑張った、タワーありがとうございます。頑張った。
頑張ったわ。お疲れ様。ありがとう、つるけんさん。頑張った。たわ。ありがとう。ありがとうございます。すごかった。本当にすごかった。最強のアイドルでした。嬉しい。もう本当に本当に嬉しい。もう。アイドル冥利につきます。シュナイデルさん、ありがとう。シュナイデルお姉さん、うん、タナベン先生が買ってくれとる。えー、やった。タナベン先生ありがとうございます。田辺先生ありがとうございます。私も絵描いてほしいです。あのみんなが T シャツ着とってめっちゃ可愛かった。素敵だった。矢野地さんありがとう。やーやーありがとう。タナベン先生買っちゃった。嬉しい、ありがとうございます。今後ともお願いします。いや、めっちゃ嬉しい、ありがとうございます。え、その顔用に書いてほしい、書いてほしい、書いてほしい、書いてほしい。まだ SNS に載せてないんですけど、意味わからんぐらいかわいい衣装があるので、それを着た私を描いてほしいな。ルーシーさんありがとう。シェー。下手スーツにネクタイさんありがとう。下手。楽しかった。ま。なんかもうほんまに楽しくて、10月と11月に東京での開催が決定したんだけど、でも広島とかもっといろんな場所でいろんな方に見てもらいたいし、本当に今日が楽しすぎて、11月で終わりにしたくないってめちゃくちゃ思いました。これから定期的に情婚できるように頑張りたいし、盛り上げていきたいなと思うので、皆さんも今日来たよの人とかの人はハッシュタグ情婚をつけてツイートとかねしてくれたら嬉しいです。あとファンクラブの選考でさ、一緒に来る人、友達とかさ一人連れてこれるんやけど、それはファンクラブ入っとらん人でも大丈夫やけん、本当に私のことを好きでいてくれとる人はもちろんだし、めっちゃ嬉しいし、
プラスなんかこれを機に初めて来たとかいう人が増えたらとっても嬉しいなと思います。それでどんどん大きな情報にしていきたい。そう、ゆうまさんありがとう。わいわい。ふくちゃんまるさんありがとう。山さんありがとう。富士山山さん山ありがとうございます。楽しかった。職場の人全員連れてきた。社会科見学。うん。関西でもしてほしい。やりたい。来てくれますか？みんな。みんなが来てくれたらできます。やりたい。充実感いいね。え、ほんまに。え、私も最初に想定というかこんぐらいで、こんぐらいの曲数をこんぐらいのワンハーフとかフルとかあるじゃないですか、尺。こんぐらいの曲数をこんぐらいの尺でやって、こんぐらい着替えるんかなーって思っとったら、だいたいその倍ぐらい。やってます。実際に。だから、ほんまに、超満喫してもらえると思う。そう。自分的に、初めての挑戦もしとって、それがすごい緊張ですし、もうこんな緊張するのいつぶりじゃろってぐらいめっちゃくちゃ緊張したんですけど、でもめちゃくちゃ楽しかったし充実しとったし、あれですね、成長、これめっちゃめっちゃ成長できるわと思いました。なんかさ、アイドル気づいたら8年目になって、もうさ一通りのことを経験させてもらったけん、こんな緊張したりこんな自分成長できるみたいなチャンスとかきっかけをこの地方コンでもらえて、もうほんまに嬉しいし、え、マジでいい経験、もう感謝、もうみんなのおかげ、あとは支えてくださったスタッフさんのおかげです。本当にありがとうございます。これからいっぱい地方コンしたいし、いっぱいもっともっと成長します。梅干し、うん、うまい。来週もあるんです。だっけ、来週もやりたいのは山々なんですけど、来週はないですね。明日と、あとは来月
11月9と10にあるんですけども、そう、そちらもぜひお願いします。そう、もうほんまに毎月したい、毎月開催希望。うん。玉ねぎあんま、うまうま。くまさん、ありがとう写真集。瀬戸内でも絶対やりたてな感じで、じゃあそろそろお礼をしたいと思います。20位玉三郎さん、19位松雪さん、18位、世界の片隅のマットさん、17位ヨシオンさん、16位ヒロロンさん、15位フレッシュメロンさん、14位のりふみさん、13位太郎さん、12位 FB さん、11位ヌルディンさん、10位20世紀ともちゃんさん、9位マッキーさん、8位たかひろくんさん、7位おいでます元気さん、ラッキーセブン、6位ミックさん、5位グリオティーヌさん、4位西尾さん、3位ナルドさん、スイスイ、2位陽一さん、ツーツー、そしてそして第1位はピュー、ヒュン、つりけんさん、イエイ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 、ありがとうございます。感謝の極みです。イエイ、ありがとう、ありがとうございます。まいちさんを2個買ってくれた、まいちさん2つありがとう、まいまい、ありがとうまいちさん。じゃあスクショタイムをしようと思います。じゃん、ということで今日はこれで E押すつもりがはい押しちゃって、なんか変な切れ方をしちゃったので、最後の挨拶をしに来ましたね。ね、なんか変な場所で切れたよね。じゃあこれで本当にさよなら今日は地方コンと配信とありがとうございました。じゃあまたね、またバイバーイ。